ズームイン朝日本テレビ系の名物コーナー、ウィッキーさんのワンポイント英会話で人気者だったアントン・ウィッキーさんは今も元気。都内の各カルチャーセンターで、なんと週7日ペースで英会話の授業を行っている。さらに、明るいキャラクターを生かして結婚式の司会をすることも、FM 甲府ご機嫌な昼下がりで、ウィッキーピックアップという木曜日のコーナーも担当中。だが、2003年にくも膜下出血で倒れた際には、一時は心肺停止に。後遺症はないもののテレビ出演は意識的にセーブしているという、とはいえ、テレビの印象は強い、ワンポイント英会話にはな、名、場面が数々あった。確定申告の時期、街行く人に税金について質問しようとしたウィッキーさんが、タックスをタクシーと聞き間違えた相手に無理やりタクシーに乗せられるという事件が好評を博し、試験的に始まったこのコーナーはレギュラー化。特に印象深いのは、鞍馬天狗の格好のビートたけしが乱入した回である、こうした活躍で稼いできたお金を、彼は祖国のために役立てている、アントン・ウィッキー、1936年、セーロン、現スリランカ、生まれ。セーロン政府水産庁に勤務後、来日し東京大学農学部大学院で博士号を取得、ズームイン。朝のワンポイント英会話コーナーを1993年まで15年間担当し、絶大な人気を集めた。取材、文、寺西ジャジューカ？